さんこんにちは。今回は 3.2 ミリのステンレスの板を貝先の角度だいたい30度ぐらいの状態で試験と同じような状態の溶接を紹介していきたいと思います。でルート面はだいたい1ミリぐらい取った状態で溶接をしていきます。で前回は隙間を開けていない状態の溶接四角の動画を紹介しましたが、今回は 3.2 ミリ隙間を開けた状態で溶接をしていきたいと思います。で1層目はこのように小さくローリングをしながら進行していくようにします。隙間を開けた方と開けていない方、どちらがやりやすい方で溶接試験を受けてみてください。これから溶接をしていくんですが、溶接をする前にバックシールがしっかりと効くように、このようにセロハンテープなどで蓋を閉じてから溶接をするようにしてください。これをすることでしっかりと裏波が酸化せずに綺麗な状態を保つことができます。で今回1層目2層目ともにタングステンの長さはだいたい7ミリぐらい出した状態で溶接をしていきます。でノズルは7番を使用します。溶接試験の時はガスレンズはついていないと思いますが、どちらでも特に変わりはないので大丈夫です。でまず1層目のこの端っこの部分なんですが、ノズルを板に乗せることができないので20ミリぐらいはこのように浮かしながら溶接をしていってください。で今回の溶接方法なんですが、片方の貝先に棒をつけたままの状態にして、アークが棒をつけている側に来た時に棒を送るというのを繰り返していく溶接方法です。なので棒をつけていない側の貝先を通るときは少しだけ早めに通るようにしてください。棒が入っている側の貝先のビードを反対側になじませるというような感じで溶接をしていくと溶接をしやすいかなと思います。で今これはもうノズルがつけれる状態になったので小さくローリングをしながら進行しています。でこの映像を見てわかる通り、片方の手前側の貝先にだけ棒をつけているんですが、そちらを通った時に棒を送ってあげるというのを繰り返していくだけです。なので棒を入れてない側の貝先を通るときは少しだけ早めにしてあげてください。どちらも同じスピードにしてしまいますとキーホールが広がりすぎてしまい裏波が出すぎる可能性があるので、棒を入れてない方を通るときは少しだけ早く通るようにしてあげると溶接はしやすいです。片方に棒をつけたままにしているから棒を送らなくてもいいというわけではないので、必ず棒を入れている側を通るときは棒は送るようにしてあげてください。この棒の送る量を少なすぎてしまうと裏波がとても低い状態で出てしまいますので、ある程度は棒を送ってあげるとしっかりとした裏波を出すことができます。前回この動画で隙間を開けていない状態のTNF の試験の受け方を紹介しましたが、隙間を開けたいという方もいましたのでこの動画を今回は紹介してみました。僕個人的には隙間を開けていない方が簡単かなとは思うのですが、こちらの方法もとても簡単ではありますので、こちらの方法も良ければ試してみてください。ただこちらの方法のメリットとしましては焼けが少ないというのと、キーホールを常に作れていれば裏波は確実に出ているというのが分かりやすいのはメリットかなと思います。隙間を開けてない場合ですとプールの揺れがしっかりと分からない方や、ちょっとへこんだのが分からないという方などは裏波が出ているか正直不安なところもあるかもしれないので、プールの状態把握があまりできない方はこの方法を試してみてください。今回1層目の電流は70ですが、このぐらいが個人的にはやりやすいと思います。あまり80や90まで上げてしまいますとキーホールができすぎてしまい穴が開きそうになってしまいますので、このぐらいの電流でまずはやってみてください。この電流が遅いと感じた方は少し電流を上げてみてもいいとは思います。で今これは2ミリの棒を使用していますが 2.4 ミリでも大丈夫です。ただ2ミリの方が棒なじみはいいので、棒を結構送れる方などは2ミリの棒を使用するのがいいと思います。 2.4 ミリだとあまり送らなくても裏波自体は結構出てくれるので、棒を送るのが苦手な方などは 2.4 ミリを使用してみるのもいいと思います。それとタングステン7ミリ出しているんですが、それが長すぎると思うかもしれないですが、あまり短くしてタングステンの角度を起こしすぎてしまうとキーホールがどんどん広がってしまったりして、
少し溶接がしづらいので僕はタングステンを少し長くしてプールがある程度伸びるようにして前を溶かすイメージで溶接をしていつもやっています。で、隙間を空けた場合でもバックシールの流量はだいたい15ぐらい出していて、トーチ側の流量は10ぐらいで、これは今溶接をしています。バックシールは15も出していればもう1分も待たないうちにシールはしっかりと効いているので、すぐに溶接を始めても大丈夫だと思います。で、これが1層目を終えたビード外観です。このように隙間を空けた状態ですと黒くなることもないので2層目の糊はいいと思います。あと入熱量も少ないと思うのであまり冷やす時間を取らなくても2層目は光りやすいと思います。裏波もこのようにしっかりと出ています。後半で棒がなくなってしまったので一度切ってしまいましたが、しっかりとつながることもできているので試験には問題なく通ります。ただ試験を受ける際はなるべく継ぎ目はなしで一発で端から端まで裏波を出すようにした方がいいと思います。高さもだいたい 1.5 ミリぐらいは出ているので十分試験には合格できます。裏波の出し方だけでも両サイドに棒をちょんちょんと入れる方法で出すこともできますし、片方だけにちょんちょんと入れる場合もありますし、ずっと先ほどの裏波の出し方のように棒をつけたままの状態で裏波を出すこともできるので、いろいろなやり方がありますが、自分に合った裏波の出し方を見つけるのが一番試験に合格をできる近道だと思いますので、いろんな方法を試してみてください。ただし今回の方法は棒が常にプールに入った状態ですので、裏波の安定感は比較的高い裏波の出し方だと思いますので、まずはあの方法を試してみてください。で、1層目2層目ともになんですが、トーチを下げた状態でローリングをしていますと後半板にトーチが当たってしまいローリングができなくなってしまいますので、このようにトーチを上に向けた状態でのローリングをするようにしてください。こうすることで板に手が当たることもないので端から端まで一度も止まらずに溶接をすることができます。手が当たってしまうと結局アークを一度切らないといけなくなり継ぎ目も増えてしまいますので、このように少し上に向けた状態で溶接することをお勧めします。それでは2層目を溶接していきます。2層目の溶接電流は80アンペアで棒は 2.4 ミリを使用していきます。隙間を空けていない状態ですと棒の送る量で板の面まで同じ高さで合わすことができるので、棒を送らなくても綺麗なよもりを出すことができるのですが、隙間を空けた場合ですとどうしても板の面よりは少し下がってしまいますので、棒は少し送りながら溶接をするようにしてください。そうすることである程度仕上げビードのよもりが出るので問題なく試験に通ることもできます。あまり低すぎると少し心配になると思いますので棒は軽めに送るようにしてください。あとは1層目の貝先の幅を越すようにローリングをしていけば問題なく試験には通ります。この時に別にローリングをせずにウィービングをしても大丈夫ですし、浮かしながら幅を出しながら溶接をするのも全然ありだと思います。で、棒の途切れないようにする方法をまた今度動画で紹介しますが、アーク調を保っていれば棒を途切れることはほとんどないので、アーク調はなるべく維持しながらこのようにローリングをすると綺麗な溶接ができると思います。で、2層目の映像は前回の隙間を空けていない状態での TN の F の動画でも見たと思いますので、今回は手の動きの方の動画も載せていきたいと思います。このようにトーチを少し上に向けた状態でローリングを続けていけば板に手が当たることなく最後まで溶接をすることが可能なので、この持ち方で溶接をするようにしてみてください。溶接の試験の時の体勢も僕はこのような感じで溶接をしていますので、体勢がよくわからないという方などは良ければ参考にしてみてください。少しこのように体を少し傾けることで進行方向がしっかりと見えるので幅も合わせやすいと思いますので、このように少し体を傾けて進行方向が見えるような形の状態で溶接をするようにしてみてください。で、この後に一番端の部分の
トーチがつけれない浮かしでやらないといけないところの映像も紹介していこうと思います。棒はあまりたくさん送っているわけではなく、軽く今の映像のように送っているような状態です。棒の送る量は1層目の高さ次第で送る量を調節してあげて、よもりが板の高さよりも 0.5 ミリ以上は越すようになるべく溶接をしてあげてください。これで板の最後まで到達しましたので、今から一番端の部分の浮かしでやらないといけないところの映像をお見せします。先ほどの持ち方のままでもいいんですが、僕は少しでも手が震えないようにこのようにペン持ちをして端っこの部分をいつも溶接しています。端の部分はある程度貝先の幅を埋めないといけないので、上と下上下にゆっくりとウィービングをしながら貝先を埋めていくように2層目を溶接しています。今回隙間の方は 3.2 ミリでしたが、基本級のこの板の溶接を受けるときは4ミリもは間隔を空けない方がやりやすいと思うので、できれば 3.2 ミリぐらいの間隔で溶接をするようにしてください。でこれが2層目を終えたビード外観です。アーク調もしっかりと保てていましたし、適正電流で溶接をしたのでしっかりと安定したビードが得られています。無駄に炙りすぎてもいないので、色も綺麗な状態が保たれています。これでこの裏波と先ほどの2層目ですと試験には問題なく合格できますので、参考にしてみてください。裏波が引っ込んでいる場合ですと、おそらく試験の方には合格できないと思いますので、キーホールを作りながら棒をある程度しっかり送るというのを気をつけながら溶接をすれば裏波はしっかり出ると思うので、落ち着いて溶接試験を受けるようにしてください。で2層目は先ほども喋りましたが、絶対にトーチは下に向けないように少し上に傾けた状態からローリングをスタートするようにしてください。そうすることで今みたいな状態で板に手が当たらないので、そのように溶接をするようにしましょう。で光らせたい方などはあまり細かく溶接しすぎるとどうしても2層目は黒くなってしまいますので、今ぐらいの進み幅でローリングの練習をしてみれば、このようなビードはすぐに出せるようになると思いますので、頑張ってみてください。2層目も棒をある程度しっかりと送ったので、ある程度の高さが出ているので、このよもりですと試験には問題なく通るので、今回の TNNF 基本級の紹介動画はこれで終わります。この動画がいいなと思いましたら、グッドボタンと左下のアイコンをタップしてもらえばチャンネル登録できますので、よければよろしくお願いします。またこの動画について質問などあれば気軽に何でもお願いします。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。